ロザリンデ様、地下都市にいた者は皆無事です。この入り組んだ地下の攻略にはゼノイラ軍も手を焼いたようですね。二人ともありがとう。この場所が守られてよかったわ。あなたたちが私のこの絵になったあの時のことを思い出していたの。イシリオンはララノアが見出したんだっけ。イシリオンには同世代の中でもひときわ光るものがありました。鍛え上げればいずれロザリンデ様の片腕になると。初めて会った時イシリオンは緊張で喋ってくれなかったのよね。昔の話です。それが今ではタイを率いる立派な戦士、ララノアの慶眼のおかげね。さ、昔話はおしまい。次はイバラの塔の攻略よ。相手は魔女アルチーナ。森の結界を突破するほどの魔術師。気を引き締めていきましょう。では我々は先行し準備を整えます。イシリオン、行くぞ。すごいな、ここがダークエルフの地下都市か。この地下都市はお姉様の城なんですよ。ここは自由に使って。感謝する。ただ他国の、それも人間が出入りすることになるのはいいのか。もちろんよ。解放軍にはまだ力を借りたいしね。共にアルチーナを倒し、イバラの塔を取り返しましょう。迫っております。慌てるな。奴らが来るのは分かっていたこと。そのためにここで待ち構えているのよ。反乱軍はここで片付ける。お前たちは指示通り配置につけ。承知しました。どこへでもひとっ飛びですよ。出撃いたします。お任せください。向かいます。お任せください。俺に任せてくれ。お力になります。向かいます。気をつけて進みましょう。負けん。
当然の結果です。どういたしましょう。行きましょう。相手になろう。これ以上我が物顔でエルヘイムにとどまるのなら容赦はしないわ。まさか。やってみせます。任せてください。目的地に到着です。皆を守れる騎士となろう。もっと強くならねば。感じるよ、強くなったの。これくらいお手の物です。まだ成長できるもんだね。やりました。どうしましょうか。見ていてください。はい。すぐに仕留めます。私たち息ぴったりでしょ。私に任せてください。行きます。行動に移るとしよう。わかりました。覚悟してください。いい調子ですよ。俺の剣技で殲滅する。目標を撃破した。制圧に成功しました。お役に立てるよう頑張ります。空から向かいます。どういたしましょう。成敗します。この子にご褒美あげちゃいます。手当をお願いしたいです。目標確認。私いいでしょ。おっと、強くなっちまったな。どう、私強いかしら。着きました。負けん。当然の結果です。この子も喜んでくれてます。このままでは危ないかもしれません。
子にご褒美あげちゃいます。容赦しません。来たわね。忌まわしい指輪ともどもここで沈めてあげるわ。予定どおり現実に行くわ。いざまずきなさい。かかったな。無駄だ。痛えだろうが。あんた。かよ。お返しを。おいしい。小賢しい。ほら。無駄です。くそ、力を貸す。癒しを。消し済みだ。なんだと。行くぞ。どこへでもひとっ飛びですよ。このままでは危ないかもしれません。かかってきなさい。こちらの勝ちです。立ちはだかるなら投げ払うまで。甘く見ないでくださいね。お任せください。了解です。向かいましょう。すぐに仕留めます。
この力早く試したいね。やりました。ここはいただきます。私に任せてください。行きます。かかってきなさい。出ませんよ。やりましょうか。問題ない敵でした。見ていてください。あの場所ですね。容赦しません。撃破しました。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。制圧完了です。どうすればいいでしょう。はい、負けませんよ。いい調子ですよ。頑張ります。あの場所ですね。ここですよね。見ていてください。無事では済まないですね。
震えています。非常に厳しいです。これ以上は無理です。すみません、絶対。お任せください。頑張りますよ。かかってきなさい。さすがにやるわね。さて、どこまでついてこられるかしら。ちょ、おいで。いざまずきなさい。覚えてくれ。あった。尽くしなさい。どんどん行くぜ。やべ、始末して。やべ、問題ねえ。くそ、よっしゃ、続くぞ。出ましたね。甘く見ないでくださいね。どこへでもひとっ飛びですよ。はい、やってみせます。向かいます。お任せください。行きましょう。取りましたよ。これで有利になります。が、やってみせます。向かいます。相手になろう。撃破。お任せください。任せてください。この状態では。やってみせます。どういたしましょう。
お任せください。当然の結果です。アルチーナ、ここまでだ。師匠、なぜゼノイラ軍に力を貸したのです？信じられないでしょうけど、私も最初はコルニアのために戦ったわ。陛下の子イレニア女王のもとに駆けつけてね。でも降霊術を目の当たりにして考えは変わったの。私が仕えたコルニアをジェラール陛下のためよ。追っ手は私に任せて、陛下は逃げて。バカなことを言うな。置いていけるわけがないだろう。ダルチーナ、陛下、このなんということだ。剣聖と呼ばれた方が。禅王様も奥方様も激怒しておられる。あの魔女は陛下のお見かけであの地位にいたが、宮廷魔術師になりたがる者はいくらでもいる。もう居場所はあるまいな。降霊術でアレイン王子の体に陛下を呼び戻す。パレビア島に追っ手がつかないよう仕向けたのも全ては陛下のためよ。そんな形で呼び戻されて喜ぶわけないでしょう。お前の言う通り、バカな考えね。それでもたとえ陛下に罵られようとも、陛下ともう一度言葉を交わ。